食材者ペラギア、またはエルサレムのペラギアは、5世紀頃の役者、踊り子。キリスト教の食材者で、カトリック教会及び、聖教会で聖人である。記念日は10月8日。聖、ペラギアともアンティオキアのペラギアとも友女ペラギアとも、呼称される。15歳で殉教した少女ペラギアと、しばしば混同される。ヤコボスが記した、ペラギア伝によると、 アンティオキアでマルガリタ、またはマリナを名乗っていた踊り子、役者とされる。宝刀をして暮らしていたが、エジプトの司教をノンヌスと出会い改心した後、ペラギウスと名前をカエダンソーの修道士となり、エルサレムのオリーブ山においてイン遁ンし食材して、暮らしたとされる。聖人伝についての詳細は口実するが、伝えられているペラギアの食材と忍耐の物語は、 エジプトのマリアやマグダラのマリアの物語との類似が見られる。聖ペラギアと同一視される聖人に、聖マリーナ及び聖マルガリタが存在し、いずれも断層して修道士として暮らした聖人伝が伝えられている。どれも海に関係する名前であり、ペラギアは海の女、マリナは海を、マルガリタは真珠を意味する。ヘルマン・ウーゼナーはこれらの聖女の伝説は、 アプロディーテの神話がキリスト教的に作り変えられたものとしたが一般的な意見ではない。黄金伝説では次のように伝えられている。アンティオキアのペラギアは裕福で美しい貴婦人だったが、陰闘で高慢であった。ペラギアが取り巻きを引き連れて歩いている姿を見かけたヘリオポリスの司教、ノンヌスはひどく心を痛め、自らの至らなさを主に謝罪した。 ある日、ノンヌスが、教会で説教をしていると、群衆の中にペラギアの姿があった。ペラギアは、ノンヌスの言葉に心を打たれ、改心し洗礼を受けた。ペラギアは洗礼を受けた後、自らの財産をすべて貧しい人たちに分け与えて、町を出た。ペラギアはオリーブ山で、修道士として暮らし、禁欲と食材の日々を過ごした。ペラギアの評判は広まり、 ペラギウスという修道士として知られることとなった。その後、ノンヌスの女祭が順配に出かける際、ペラギウスの噂を聞いていたノンヌスは、女祭に、順配の後に、ペラギウスを訪ねるよう言った。訪ねた女祭は痩せこけたペラギウスが、ペラギアだとは気がつかなかったが、ペラギアは女祭を覚えていたので、司教にペラギウスのために、主に祈ってもらうよう願った。 三日後に女妻がペラギウスのもとに再び訪れると、ペラギアは死んでいた。女妻がノンヌスに知らせると、ノンヌスは葬儀のために聖職者たちをすべて連れて、ペラギウスのもとに向かった。彼らがペラギウスの遺体を運び出すと、ペラギウスが女だったと気づき、驚くと共に神に感謝を捧げ、ペラギアの意外を葬った。ここまで、ありがとうございます。